ハインリヒビルヘルムルートビヒグスタフ・ライヒャルトは19世紀ドイツの音楽教育者、声楽家、作曲家。多角的な教育を受けた地方司祭のゲオルク・ブスタフ・ザハリアス・ライヒャルトから5歳で最初の音楽教育を受ける。9歳になると早くもバイオリンやピアノを演奏した。1809年から1811年までノイ・ステルリッツで音楽教育を受け、 同地の楽団でバイオリンを弾いた。1811年より、ギムナジウムに進学し、引き続き、グライフスバルト大学で進学を収めた。1818 18年に、ベルリン高等学校に転学するが、1819年には、音楽を学ぶことを決心し、ベルンハルトクラインに入門して、音楽理論と作曲法を学んだ。1819年から1832年まで、 ベルリン合唱協会に入会中に適切に鍛えられたバスの声によって自ら設立に関わったベルリン男性合唱団が注目を集めた。グスタフ・ライヒャルトは芸術サークルにおいて国王フリードリヒ・ビルヘルム3世の家族にも接触する機会を得た。人気の声楽教師として後のドイツ皇帝フリードリヒ3世をも指導している。1850年には プロイセン王国宮廷学長に任命され、1858年には、フリードリヒ三世の婚礼のために、祝祭カンタータを作曲した。自宅には、フェリックス・メンデルスゾーンのような芸術家や、音楽愛好家が、定期的に訪れた。1825年に、エルンスト・モーリツ・アルントの詩、ドイツ人の祖国とは、ドイツ語、ワズイスト・でドイチェン・ホターロントに曲付けすると、たちまち、 プロイセン時代のベルリンの街の外にも広まり、ドイツ統一運動の参加となった。グスタフ・ライヒャルトの作品は、声楽曲が、とりわけ男性合唱のための楽曲が圧倒的に多い。1871年に作品36番として最後の作品となったミュラー・フォンデア・ベッラの詩によるドイツ参加を出版した。ありがとうございます。